おねだり雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。おしりたんてよく知ってます。何でしたっけ、プでしたっけ。僕これ読んだことないんですけど、ルクスブリブリそれ何ですか。なんかおしりたんてなんで、そうでしょ。いや、なんか考え事してるときにひらめいたときになんかプッとかあの一休さんのポクポクポクチンみたいな。あ、なんかそんなやつやったな。おならになってたんじゃなかったでしたっけ。ちょっとあ、どうぞ、こちらです。失礼してません。そういうやつです。ごめん、知らんわ。シングルベッド、あー、いいですね。ね、ツンクの曲全部失恋の曲なんで、僕あんま好きじゃない。いや、私は好きですよ。私は好きです。チャランキーが好きです。忙しい時は2、3曲、読むように、読むように、2、3冊ね。あ、そうですか。そう、小学生が好きな。だからニコちゃん大王が真面目になった感じのやつですよ。結局これ真面目なんですか。あ、真面目って、そう、真面目に、お尻が顔になってるっていう点では、まあ似たようなものやと思うんですけどね。やっぱりそういう下ネタっていうかね。下ネタですね。はい。はい。いいですか。はい。話題の方に。お願いします。はい。はい。13日にですね。はい。日本人が。はい。はい。イグ・ノーベル賞。イグ・ノーベル賞。はい。生理学賞っていうのを受賞しまして。はい。はい。イグ・ノーベル賞っていうのは、1991年に始まった、ノーベル賞のパロディですね。はい。はい。アメリカの科学雑誌が始めた賞で、はい。まあ人をクスッと笑わせるような、はい。はい。まあそういうユニークな研究に贈られる賞ですね。はい。はい。日本人は、今年で18人で、18年間連続、はい。はい。受賞してまして、はい。はい。で、今回は、はい、東京医科歯科大学と大阪大学で、はい、教授をやってる武部先生、あら、またなんか優秀な感じですよ、はい、の、研究チームがですね、はい、やったんですが、はい、はい、尻呼吸っていうですね書いてあります。尻呼吸、はい、尻呼吸言うてるんですか。早川さん書いてあります、尻呼吸。あ、そうですね、もうご存知ってことで、尻呼吸をすでにご存知の方がいらっしゃるんですね。え、それは何をするやつなんですか。これまず、はい、そのーテーマを決めた時に、はい、土壌とか の、 その一部の生物が、はい、肛門を通して、はい、腸管から腸内で酸素を取り込んでいるっていうことに、はい、まあ、着目して研究を始めたんですが、人じゃないんですね。もちろん人に応用していくつもりで。そうですか。で、はい、肺による呼吸が、難しい状態になった、まあ、畜産動物ですね。まず豚なんですが、はい、の動物の腸に、高い濃度のまず酸素を含んだ特殊な液体をお尻から送り込む実験を行っていたと。液体ですか。はい。最初は空気、はい、はい、液体で、はい、ガスを入れてやったんですが、それほど、はい、酸素の血中酸素が増えなかった。ああ、なるほど、はい。それから、腸が破裂するリスクがあって。そうですよ。パンパンになりますからね。で、まあ、危ないっていうのもあって、はい、今度はその、酸素をたくさん含んだ、特殊な液体を使用したってことですね。はい、ただ、その、やっぱりお尻から液体を入れるとなると、はい、どうしてもこう、模様す。そうそう。わ、来た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 ってなると思うんですよ。そうなった時に、全部出ていってしまうって危険性があるんですね。まあ、そう、その液体だけじゃないって。もうね、はい、困りものやなって今思いました。そうですね、はい、はい、空気が入っただけそうなんだっけ、トンネルズでしたね、大阪は元気も悪いのか喉が焼けて酒が飲めないおっさんがアルコールクラッチをして死んだ、いますそういうのね女性のね、はい、肛門にウイスキーをぶっ込んで心停止アルチューになっちゃって、はい、病院に肛門、そうそう、女の、そうそう、なんでその彼氏が彼女、あ、はい、まあ、そんなことしてた、プレーをしちゃって、あらちょっと気持ち悪い趣味のやつですけどね、はい、
で、まあ、この液体ですね、うんうんうん、そういう研究を行ってたんですが、はい、結果的にはどの動物もその血液中の酸素が大幅に増えまして、はい、このうち豚では一定の条件の下で、うん、呼吸不全の症状を改善することが確認できたと。あ、そうですか、うん、まあ、ほな一応効果はあるということなんですね。そうですね、はいはい、これまでまあもともと結構前からこれ研究してたんですが、はいはいはい、かなりこう資金面とかで苦労していたと、はいはい、なんですが、はい、コロナになりまして、はいはいはい、呼吸の患者の呼吸ですね、はい、補助するその従来の方法ですよね、はい、エコムとかその人工心肺装置っていうやつですか、はいはい、それだけでも対応しづらい状況が結構で出てきてて、はい、で、注目され出しまして、はい、その尻呼吸が、尻呼吸がね、はい、まあ、はい、正確にはその腸管呼吸っていうんでしょうか、はい、はい、で、まあ、救える、はい、可能性があることが出てきまして、はい、まあ、研究の追い風になったってことですね。だから大腸を通過すれば大丈夫ですよね。通過、まあそうですね、大腸が一番結局 そこさえそのなんて言うんですか、直腸ですか、直腸さえ通過すれば、うん、あとはもうどんどん奥の方に入っていってくれたらいいわけですから。そうですね、だからその辺までチューブ突っ込んで、うん、そこで入れればっていう話。そうですね、それでないとどんどんトイレばっかり行きたくなりますからね。まあでもお腹痛くなると思いますけどね。はい、まあね、ずっと下痢ってことですから。そうですよ。で、腸管気泡っていうふうに、まあ、言われてまして、はい、はい、これ完全に肺の機能が失われた、患者さんの肺呼吸を代替するものではなくてですね、はい、はい、治療に応用した場合は、従来のそのさっき言ったそのエコム、はい、人工心肺装置を使った治療に比べて体への負担を軽減できるとのが見込まれてるってことですね。大変なんですか。はい、人工心肺装置ってそんな大変なんですか。みたいですね。まあ管突っ込んだりいろいろすると思うんで。はいはいはい、はい、ねえ、そりゃそうですね。あの穴開けてね、ズボーンって、はい、そうですね、はい、で、もうすでに人体での臨床試験も始まってるそうで、うん、はい、だからまあお尻に液体入れて、うん、実験してるとですね。それやったらね、はい、人工心肺装置もつけながら、はい、さらにお尻からも管も入りながら、まあそうですね、もうさまざまなとこから管が入ってるわけですよ、体中に。そうです。そうなってきますよね。いや、まず、こっちは、あの、何、肺とか、こっちの管はいらんやでっていうんやったら、お尻だけの管でいけるっていうんやったらいいんですけど、一応上も管いんねっていうことになってくると、もう管だらけですよ、体中。まあそうなりますね、はい、でもまあその肺だけでは、はい、結局その酸素のその取り込みができないというふうになると、はいはい、まあ、他に代替する必要があるとですから、それでそのまあこんなん言うたらあれですけど、肺に管が入ってる、お尻に管が入ってるっていう人で生きてどう、あの今自分がこれが完全回復するって分かってたらいいですよ、はい、この苦難に耐えたら、はい、1週間後に回復するとかやったらいいですけど、はい、大概もうそこまで行ってる人って、はい、いやだからもちろん肺炎とかで、はいはい、肺炎だったらいいです、うん、そうやっていいです。はい、ピアノさん、あ、こんばんは、いらっしゃいませ。細かい血管集中、そうですね、うん、うん、そうですね、大腸アルコールは吸収できるから酸素もワンチャン、はい、うん、うん、そうですね、はい、喘息の人に朗報、血呼吸、うん、食事プレイ、うん、不良外国人、朗報や A バイトあります、うん、いや、それやったらいいですよ。だからもう、ね、寝たきりの人がね、ちょっとこの辺しんどいなってことで、さらにはもうお尻からも管が入ってきてね、呼吸自体がしんどい人に対して、うん、はい、あ、それやったらいいです。呼吸がどうしても浅い人に対してですね、うん、それでも酸素をね、はい、たくさんその吸入させないと、はい、まあ臓器の方にね、うん、多臓器不全になって、はい、そのままなくなっちゃうよっていうこと、はい、多分多いと思うんですよ。そうですね、はあ、はい、そういう人を助けるのには、はい、十分有効になるってことですね、はい、まあそれならいいですけど、うん、はい、うん、そうだから、あの肺も別にそのね、はい、肺じゃないと直接その酸素のね、はい、やり取りができないかって言ったらそうじゃないんですよ、うん、実際は、うんうん、はあ、人間って皮膚呼吸もしてるって、ね、はい、言いますから、はい、はあ、そうですね、うん、じゃあその肺で、肺じゃない、おけつの
補欠補給で、うん、はい、まあ、はい、あの肺の起源そもそもなんですが、うん、こうやって食道の一部を肺にしたことで、はい、まあ、両生類が陸上生活を可能にしたんですね。今のお魚って、うん、その肺になる部分っていうのを浮き袋に活用してるんですよ。はい、あー、そういうの似てますね。似てるっていうか、そうそう、だから、肺に使わずに、はい、そのまま海に残った魚類は、はい、肺じゃなくて浮き袋に活用したってことですね。いや、あの、ボローンとね、はい、あの、魚解体した時にボローンと出てくる、うん、ね、あの、形は確かに肺に似てます。うん、そうそう。あれに、はい、たくさん毛細血管が肺に揺らされると、はい、肺の代わりになったと。はい、はい、はい。っていうことですね。だから、はい、そう書いてありますが、毛細血管の多い場所なら、うん、肺のような機能を持たせるっていうのは、うん、まあ、可能かもしれません、ね。そうかもしれませんね。じゃあ、まあ、すごい、ね、こと研究されてる方がいらっしゃったんですね。ね、そんなことを。はい。東京医科歯科大学と大阪の兼任されてる方ですか、はい、大阪大学、まあ、大阪大学の、はい、仮に死んでも、現代される件仮装にされへんぞ、なるチャンス、イグノーベル賞じゃなく本当にノーベル賞ね、別にイグノーベルにするだってくすっと笑えないですよ、まあ、もう全然笑えないです、痛そうだ、痛そうですし、実際死にそうな人助けるためのね、笑えないぐらいね、はい、お尻呼吸は想像しただけでね、もう尻破れそうですもん。だから、まあ、その水と、はい、腸の中の、その水と、はい、外部にある水の交換を円滑に交換できて、はいはい、酸素をそれこそずっとね、取り込むことができるってなると、はい、水中でずっとね、はい、酸素ボンベなしで活動できるとか、はい、っていうことにもなるかもしれませんね。いや、ほんま、なんていうんですかね。血便が出そうな話だったんで、なんか、すごいなと思いました。まあ、あとほら、とっくなね、はい、水、酸素がいっぱい含まれた水の中で、はい、水呼吸、うんうん、一応できる技術あるじゃないですか。はい、ネズミなんかでやってますけど、はいはい、まあ、そういうことも一応可能だっていうふうになってますね。もうね、もういい。いいよ。うん大腸内視鏡、内視鏡検査の、時、麻酔が効かないで、自分の腸内をモニターで見てました。あ、ぐるぐる動いてたね。おもろかったっていう余裕の発言なんですごいですね。面白、もうそれ面白いと思って見られるぐらい、大腸内視鏡を冷静に受けられたってことですよね。見たいですね。いいかな、私は。あとなんかね、うん、どっかのニュースでちょっと見たんですが、はい、これとまた関係ないんですけど、はい、あの、食紅、はい、食紅、はい、の、なんか黄色南郷みたいなやつを、うん、はい、皮膚の下に塗るとですね、はい、光の屈折が変わって、はい、皮膚の中がスケスケになるそうですね。あ、そうですか。はい。なんか気持ち悪いですね。切らずとして、内臓が全部見れる状態に持っていけるみたいな。うんうんうん。っていう技術が今研究されてるみたいですね。で、内臓を見て、あ、ここ、あかんとこやんっていうのを見つけたいってことですか？で、今、マウスだと、普通に皮膚の上から、絵の具みたいに塗ると、体の中透けて見えるっていう。はいはい。恥ずかしいですね。食紅がそういう働きするそうです。うんうん。エヴァでやった LCL ですが、まあ、近いですね、うん、もうそれはずっと前にエヴァの前から研究されてるやつです、うん、そうなんじゃ別に CT とかで見れますやん。うん、そう、まあ CT は電磁波で見てるんで、はいはい、あれですけど、はい、まあ、もう普通に 光の屈折だけで見れる、うんで、目視できるってことですね、体の中、うんうん、アラバスターグラスみたいにどうなんですかね。どんな感じなの？皮膚が透明になると。飛行機乗るときに、ガチャーンって全部取られる。それ X 線でしょ、はい、だから皮膚が透明になるっていう形です。うん、だから、皮膚の代わりにね、ラップ巻いたみたいな。すっごい気持ち悪いですよ。そうですよ。ものすごく気持ち悪かったですよ、実際その、ね。筋肉、ドゥーッ！そうそうそう、そんな感じになると思います。めちゃくちゃ気持ち悪いですよ。はい、そうなってました、実際。うん。すごいですね。入れ墨してる人はどうなるんだろう、そこは気にしないでしょ。そこだけがまた違う、違って見えてくるんじゃないですか。うん、はい、それからですね、はい、はい、イグノーベル賞、たくさん日本人受賞してますが、はい、面白いやつをね、ピックアップしてきました。はい。はい、まず1997年ですね、はい、経済学賞、はい、
タマゴッチで、はい、数百万人分の労働時間を仮想ペットの飼育に費やしたでしょう、はい、みたいなやつですね。はい。エリサ先生の、はい。はい。透明人間の途中経過みたいな、そう、そんな感じですね。もうめっちゃ気持ち悪いじゃないですか。そして1999年、はいはい、科学賞、化学賞ですね。はいはいはい。夫のパンツに吹きかけることで浮気を発見できるスプレー、S チェックを開発したと。面白いですね、それ。はい。で、それ本当に発見した方がいらっしゃるってことですか？いや、わかんないですけど。どうやってそんなんで発見できるんですか？ DNA とかが浮いてくるんじゃないですか。あ、だから自分の DNA でもない。はい。旦那さんの DNA でもない。そこは、区別はするかわかりませんが、ね。うんうん。それから2002年、平和賞ですね。はい。バウリンガルの開発によって、人と犬に平和と調和をもたらしたと。バウリンガル。イグノーベル平和賞ですね。平和ですね。ほんまに。それから2005年、はい、栄養学賞。はい。34年間自分の食事を写真に撮影し、はい、食べたものが脳の働きや体調に与える影響を分析した。はい。ですね。はい。ドクター中松先生。中松先生はやりかねないことですね。はい、20年前に。はい、はい、はい、もうすでにね、はい、それってすごいですね、やっぱり。はい、っていうことでした。バウリンガル久しぶりに来た。ミャウリンガルも最近出てました、ね。あ、そうですか。はい。スピード前作品でしたよね。はい、嫁の体液が他の女の体液になんか区別かそうですね。ただ、そのパンツを履いていく前に嫁とやってなければ誰かとやったっていうのが分かることですね。指紋を浮き上がらせるみたいに、夫の息が浮き上がったり。ものすごく怖いですね。なんか、いや、そんなに発見したいんですかね。いや、だからまあ、パンツに吹きかけて、やった後に、しっかり洗い流して帰ってきたらもう分かんないかもしれないですね。ああ、そう、旦那さんがね。その場合はでも、ラブホテルに置いてある安いボディーソープの匂いが。安いっていうのがいいですよね。安いっていうのがね、いいですけど。何でしたっけ、ね、よく聞くのは、何でしたっけ、何ですか、何なんだっけな。えなんかそういうボディーソープ、コンビニによく売ってるようなボディーソープが、はい、よく使われてるの。ああ、そうですか。はい。指紋を、あ、これやっぱね。はい、いいですね。世の中、そういうのね。はい、まあでも、面白いですけどね、やっぱりそういうのは。そういうのは面白いです。一体どこから見つけてくるのっていう。だからこれ、応募してるんでしょうか、イグノーベル賞に。応募しよう。ほら。一体何で、何か考えて、くすっと笑えるような何か役に立ちそうな、そういうことでいいんですよね。まあ、向こうが勝手に調べて賞を与えるわけではないみたいなので、はいはい、じゃあ自分で応募するんでしょうかね。でしょな、シャワー&新品のパンツで完全発売、うん、じゃあその新品のパンツは何なのってことになるんじゃないですか、うん、いやだから疑い出したらもうね、うんうん、あ、こんなスプレー使う時点でもう夫婦生活が破綻してるでしょ、破綻してますよね、信用度がゼロってことですか。そうそうそう、はい、だからみんなサウナに行くって分からんけど、はいってことでした。はい、はい、まあお尻探偵は、はい、まあお尻で呼吸してそうなので、うん、はい、だってもう肛門から今飲もうとしてる。いやですね。肛門から、だから今の言ってる話と同じ。ね、はい、酸素を含んだ何かを今、はい、肛門から流し入れようと。もうやけどしません。大丈夫ですか、まあそういう結構可愛いあれですよ。内容やと思いますよ。はい、次。うん、うん。はい。今やろうは世界中読めますから、チェック、入れてるんじゃないですかね。まあでも応募するでしょうか。面白そうやな、みたいなね。小村工芸を見た敵の顔が、そんなのある。あ、そんな面白いやつ。どんなことがいいからわかんないですけど。はいはい。本当はクレヨンしんちゃんが、はい、オラは、尻呼吸できるから平気や、みたいな、はい、確かセリフをどっかで聞いたことあって、はい、クレヨンしんちゃんが、はい、お風呂の中に頭入れて、はい、お尻だけ出して、はい、スカスカやってる確かね絵があったと思って探したんですけど、それが見つからなかった。ああ、そうですか。可愛いですね、でもそれは。そうですね。肛門で遊んではいけません。ねえ。まあ遊んでる人いますからね。そうですね。うなぎ入れたりね。うなぎ。はい。はい。はい。いいですか。はい、お願いします。
後までご視聴いただきありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあればお気軽にコメント欄へお書きください。また高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。